時々焦ることがある。題してか迷うことがある。先が暗くて悩ないこともだだの影を頼りすることを。数日後だったと思う。遺体が上がった。その遺体の口から切断された小指が出てきたという。切断されたというか食いちぎられた小指。その切断された小指がきっかけとなって犯人逮捕につながったと言われている。死体は石にくくりつけられ、手足を縛られ、丁寧にサンゴ礁にくくりつけられたにもかかわらず、ここに打ち上げられた。もう だと思って、一体どんな思いで相手の小指を食いちぎったのだろう。人間の小指って簡単に食いちぎれるほどやわなもんじゃない。ましてや傷を負って瀕死の状態、指を食いちぎる力がどこに残ってたんだろうか。という文献が残っているけども、自分の親指を食いちぎってそれが口の中に残っていたっていう話も聞いたことはあるけど、悔しくて自分の親指を食いちぎった
というよりかは相手の小指を食いちぎったという方を私は信じたい。なぜなら今100歳を超えるであろう人がこの事件のことを覚えていて語り継いでいるという。